ックタックルのよくあるミス5つやっていきたいと思います。ダブルレッグをタックルはもちろん大事なんだけども、まあ、サブミッションを取られるっていうリスクを考えると、まあ、シングルレッグの方が入りやすいんじゃないかなっていうのがあります、まあ、実際に距離的にもシングルレッグの方が入りやすいっていうメリットはあるんだけども、ダブルレッグは入ったらストレートにそのまま倒せるってのがあるんですが、シングルレッグは入って組んだ後にワン、ツーで倒していかなきゃいけないので、組んだ場所とか相手の対応によってやる技っていうのが変わってくる。だからそこのワン、ツーがあるのが結構難しいですね。技っていうのも入った場所、クラッチの高さによって変わってくるので、まあ、今日は、まあ、ランザバイクって一番簡単な技だけを目指してやっていくんですけども、入る段階がまず大事なんですよ。だからワン、ツーのワンのところがとても大事で、まず入る段階、クラッチのポイントいきますね。まあ、片足、タックル、まあ、ミラースタンスですね。喧嘩四つの時にこっちに入っていきます。アイオスとかの場合は、まあ、ステップとかでこう相手を引き出した時にこっち来たら、まあ、こう入るっていうのはあるんですけども、一般的にはもう前に出てる足に対してそのまま入ることが多いと思います。で、まあ、白身だとアウトサイドヘッドのシングルレッグっていうのは反則なんで、まあ、いわゆるハイクロッチとかっていうのはちょっと微妙なところになってくると思うんですけども、このインサイドヘッドのシングルレッグっていうのは、まあ、白帯からあの黒帯まで使えるやつですね、はい、でまず入った時にこう入りました。でクラッチ、相手の体の前側に来る手が上に来ちゃうと、相手はこのクラッチを引き上げて簡単に切ることができるので、これはクラッチは後ろから通ってくる手が上です。そして引きつける、これが大事ですね。これだと相手がこうやって引き上げても切れない、上の手はなかなかリーチができないんでこれ切れなくなります。まずこれが1個目のポイントです。でそして、まあ、クラッチは実際その太もものどのラインに組めるかっていうのは、もうこの入り方、組み方、組み手とかによって変わってくるんだけども、一応推奨はなるべく上です。なるべく高い位置に組む方が、まあ、切られにくくはなると思います。どういうことかっていうと、入った時に、これが下の方になっちゃうことあるし、実際には下で組んだ時に使える技とかも練習しなきゃいけないんだけども、やっぱこう引き下になればなるほど膝がね、簡単に抜けやすくなるので、だけどちょっと膝抜け、距離取って、ここ、パッと、まあ、こんな切り方しないけど、これがまあ、ゆるゆるになっちゃうので、まあ、結構抜けやすいんじゃないかなと。で、高い位置だと、それが足簡単に抜けないので、まあ、ここから僕が目指した技っていうのを仕掛けやすくなると思います。で、今日ランザパイプやるので、高い位置っていうのがやっぱランザパイプでも役立ってくるので、入れるのであれば、なるべく高い位置を目指して入ってください。入った時の頭の位置とこう目線ですね。こうシングルレッグ入った時に、まあ、これダブルも一緒ですけども、頭の、まあ、やや後頭部ぐらいが相手の中に当たったり下向いてたりすると、まあ、相手はこう頭を、ね、押して潰してきます。あとはスクロールとかして足を後ろに下げてくるんですけど、その時にグッと潰されやすくなっちゃうので、基本的には、まあ、後頭部ではなくてこのおでこのちょっと横っちょを当てるぐらいで、まあ、入っていきます。そして目線は必ずもう相手の、まあ、顔とまでは言わないけども、まあ、上を見てこう上げとくっていうのが大事ですね。入った時に上見てると、僕の今の状態の角度を見てほしいんですけども、まあ、相手選手がスクロールしてもこうやって倒れないですよね。これが下になってるとベローンって倒れてしまうので、この目線とても大事です。タックルをまっすぐ入って相手の正面にシングルレッグでしがみついてしまう、そしてそこから立ち上がってしまうっていうのが、まあ、3つ目のミスなんですけども、まあ、入った時にシングルレッグの入り方っていうのはやや小回りなんですよね。まっすぐ相手にストーンって入るんじゃなくて、ちょっと外から回り込んでいくっていう、大きく回る必要ないんですけど小回りで入っていきます。でこれがまっすぐオラーって入っちゃうとこういう状態ですよね。でここで立ち上がった時に相手にね頭を押し付けてるから、まあ、立ち上がると相手を後ろに押しちゃうんですよね。するとこの膝がせっかく高い位置組んでても膝が抜けるようなところになってくるので、まあ、これで距離を取られてしまいます。実際は横に回り込むように入っていくので、まあ、こういう感じに入っていきますね。こうですね、こっちじゃない、こっちに回ってこいです。でこれだと
立ち上がるときに相手を押すんだけども、相手の後ろに押すのではなくて、横ですね。横に押すようになるので、相手は横にこうケンケンしていく感じで崩れていきます。これは足そんな抜けないですし、そのバランスを崩したのに対して合わせてテイクダウンを狙っていくっていうところにつながっていくので、この横に出るっていうのはとても大事です。1つ目、まあ、これはちょっと今の流れで一緒なんですけども、見えにくいので角度変えました。入った時に、このつま先ですね、つま先が寝てしまっているというやつです。という方で横に回って入っていくんですけども、このリードレッグが前に出てる足のことをリードレッグって言うんですけども、入って、こう膝を支点に、こう来ます。まっすぐ入るんじゃなくて、回り込んで、キュッと横に出ていきます。っていう入り方をするんですが、このリードレッグの足がつま先に寝ちゃうと、結局相手を持ち上げることもできなければ、簡単に潰されてしまうので、ベトンっていうね、この右足だけで押し上げることできないんですよね。まるにね、すごく初心者だと、今の入り方の足のこの立て方が逆っていうのもあるんだけども、基本的にはあんま起こらないと思うので、はい、こっちの足のつま先はしっかり立てる。このつま先を立てることによって潰されないですし、この足で強くプッシュして、持ち上げることができます。5つ目は立ち方ですね。現実的にはここは狙っていく技によってちょっと変わってくるし、暮らしによって変わってくるんですけども、立つときに真上に立ってしまう、入りました。で、このときに頭つけててこういう風に立ってしまうと、こう相手にプレッシャーかかってないですよね。で、その時何が起こるかっていうと、高いクラッチだったらまだ持ち上げたりすることができるんだけども、現実的には相手が少し距離を取ろうと頑張ってるところを立たなきゃいけないので、高いとこ組んでてもこう下に下がったりするんですよね。で、その時にそのまままっすぐ立ってしまうと、こういう感じに膝が上がって足が落ちてっていう形になります。まあ、これはこれで、レッグリフトとかにつなげていくので、こういう感じでね、やればいいんですけども、レグリフトとかだとちょっと全般的に対応できないのが、身長低い人が身長高い人に対してやった時に、基本的にあんまりバランス崩せないと。ちょっと俺の足上げて、例えば竹本は僕より身長低いですが、竹本がレグリフトで僕の足持ち上げても、僕は全然これで全く問題なくてハイキックとか出せるんですね。で、要は身長が高い人が低い人にやるにはすごく効果的ですけども、身長が低い人が高い人に対してやるのはあまり効果ないので、あまり推奨はしてないです。いい技です。いい技ですけども、これも使えた方がいいですが、基本的にはランザパイプとかの方が、ランザパイプは組む場所によってもやり方変わってくるんですけども、結構いろんな体型に対応できるので、今日はそれをやっていきます。で、入って立ち上がるときにどうしてほしいかっていうと、入りました。それが真上ではなくて、斜めですね。斜め上に押し上げていきます。それによって相手をこう横にケンケンさせる状態です。で、これが横にケンケンすると相手は戻ろうって反応するので、それに合わせて後ろに引き倒していくっていうのが一番簡単な方法ですね。実はレッグリフトの時も結局一緒なんですよね。真上に立ち上がるんじゃなくて、今の横でレッグリフトの場合は初めのクラッチが低かったとか膝付近とか来ちゃった時にその選択肢とか通る方がいいんですけども、これも結局相手を押し出して横に崩してるときに上げて足を上げてあげると、より効率的にね足を上げることができるので、一旦この真上に立っちゃって、ここから持ち上げるのって結構難しいんですよ。それがここずれました、ここね押しながらっていう感じで引き上げた方が簡単にいくので、前に相手にプレッシャーをかけながら立ち上がっていくと、実際相手から横ですけどっていうのがあります。クラッチなるべく高く組んでくださいって言ったのは、ランドパイプは足ちょっと、要はこの相手のお尻を床につけさせたいんですけども、この太ももを介して骨盤にねこうプレッシャーをかけるんですよね。で、これ太ももの骨を直接コントロールした方が
大きくプレッシャーを簡単にかけることができます。なのでなるべく高いクラッチを組んでればすごくダイレクトにちょっとした動きだけで相手を崩すことができるので非常に効率的なんですよね。高い位置に組む、入った時にクラッチグッとやって、もう太ももと一体化するぐらい作ってください。よくあるミスとしては、立ち上がった時の角度で上体が地面に水平に近くなってしまう。これプレッシャーすごく、潰されやすいのもあるけども弱くなっちゃうので相手を引き倒せないですね。なるべく上体を立てたまま立ち上がって、こうスクワットでグッと、リフトするような感じでイメージで立ち上がっていくと、なかなか足が抜けないので入りやすいです。